神妙にいただけ。ありがとう。神妙にいただけ。ありがとう。神妙にいただけ。ありがとう。俺はよ、幕府批判して割れてんだ。でも仲間は日本中に散らばってるよ。ああ、なるほどね。俺たちの世の中になったら、俺たちがやってることが正義になるんだよ。なあ、天さん、安心しない。俺がきっといい世の中にしてやるよ。俺な、鶴ってんだよ。いちってんだよ。探しにゃ。誰かいるのか。
よう来たな。いった。はい。あれあれ。どれどれ。あらら。やった。よ、俺一人で食おうと思ったけどね。一人じゃまずいから二人で食おう。おお、よかったよかった。うん、まあ入んね入んね。ああ。暑い暑いからね。もうとったん帰ってくるんじゃないかと思って。ずっとあそこに。さあさあさあ。おかげさんね。久しぶりでよ。うん、波の音を聞いてスーッとして。めぐら。泥棒できねえだろ。うん。そんなこと言いやがったかな。うん。そんな起きてたら決めたんですって俺は役人に聞いたから。俺が決めたんだ。面白くねえからその野郎の十手を俺バーッと辛かったら後から泥棒って大きな声に対して追いかけてきやがって、うん、3日味止め食ってよ。ああ。百叩きさ。それだけ叩かれりゃ当分肩も来らねえだろ。ああ、もう肩も埃もみんな取れちまってすっきりしたよ。うん。だしな、牢屋なんてもな、長いこといるとてめえのうちみてえになっちまうもんだけど、まあ情が違うな。自分のうちにいるのとお前牢屋にいるのとじゃあお前情が違うってんだよ。情前だよ。うん。まあてめえのうち自分のうちってもな情は中から閉めるんだよ、ね、牢屋ってのは外から閉めたろ。ああてめえが閉めて錠前だ。向こう側から閉めるらお前錠向こうってやつよ。そこ行くとたっさんのうちは裏表錠なしでいいや。錠をかけねえのが俺の取り柄ってやったよ。おいっちゃんちょっと立ってみね。さあ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 、あ、ここで向こう向いて向こう向いて。いいか。ほら。っこれおめえが来たらな、着せてやろうと思ってこちらへ取ったんだよ。これだい。つむぎ。うん。竹も寸法もちょうどいいやな。そうだ。もう一つおめえに渡すもんがあって。こんないい着物もらっちまってこら。このな銭覚えてるか。おめえがいつか忘れてったもんだ。取っといたんで。おめえに渡すんだよ。その銭は取ったと置いてたんだから取ったと使ってくんなくちゃいけねえ。そら俺にくれたのか。ああそら取ったのもんだよ。ああそうか。それじゃあありがたくもらっとくで。じゃあこれは俺のもんだな。そうだよ。よし、それじゃあ俺が改めておめえにくれてやる。持ってけ。今日はな、あの天神ところでいい盆ができてるそうだから、そいつを種銭にしてしっかり稼ぐといいやな。ちょっと出るか半と出るかパーッてやってこい。これはな、天草の乱の時公儀が使用したものだ。年代物だぞ。鉄砲の年代物は良いが、人間の年代物はいかん。古いだけだ。般若の虎蔵のごとき老いぼれに束ねられているようでは、お主の先行きも見えたもんだ。お前が束ねろ。今日の祝いに20丁持ってきた。親分、般若の虎蔵親分以下皆さんお揃いになりました。ハンホーレンゲッキョ、ハンホーレンゲッキョ。ハンソン！ヒンドルの蝶！一部札で。駒札ですよ。いらっしゃいませ。いっちゃん、トロさん、
はあ、こんなところで夜直しですか。すっかり見えねえ。目のねえところに目がついてるってのが博打でね。もう昔と違って堅気の衆を泣かせて幅利かす時代じゃねえ。堅気の衆からもいろんな上がりを取り上げるってえと、それだけこの都政が枯れる通りだ。細く長くいただいていかなきゃならねえ。これからみんなと手をつないで仲良くやっていかなくちゃいけねえぞ。五右衛門はまだ若えが、今日からはどうか五分の付き合いをしてやってくれ。俺はこいつのおしめを変えてやったこともあるんだ。挨拶しろい。この都政に生きてるもんにとっちゃ、いつかは会長流さなくちゃならねえんだよ。お手手つないでみんな仲良く、冗談じゃねえ、五分の付き合い。まあいいだろう。この俺と五分の付き合いができるやつがいるんなら付き合ってもいいぜ。よう半夜の。おい、てめえおじきに向かって何て口きたしやんて。おじきもこじきもね。何をこの野郎、やめんな野郎。まあまあまあ、言いたいことを言わせてやれ。つめえ。おまんも若え時ね、ずいぶん人を殺したり泣かしたりしててめえの縄張りを広げてきたんじゃねえのか。どうでしょう、この俺が誰をどう殺そうが泣かそうが俺の勝手だ。人間の念だものは扱いにくいやなあ。おい、ご一等さん、これから先はおまんらの束ねはこの俺がする。文句なるやつは今この場でその杯終わってくるんだ。いやー気持ちよかった。いい短歌だった。まあおまんと五分で付き合いができるな、俺ぐらいのもんだ。どうだ、皆を束ねられたか。まあ見ててやっとくんない。八州さんが見回り役を続けていなさる限り、この五右衛門どんなことでも力になりやす。見回りを続けている限りか。バカかお前は。わしがこの役を人に渡すわけなかろう。悪人バラを地獄へ落とし、俺は極楽街道を歩く。から天竺までも行くつもりだ。どうだ、ともするか。お前俺の力になると言ったが、どんな力だ。ごめんなすって、お札一家の親御さんがお見えになりました。
お、ごめんなさい、遅かったね。ごめんなさいね、遅くなっちゃって。あれどうもやばいかね。お、ごめんなさい、失礼した。帰りに行け。え、お疲れ様。ああ、それだった。ありがとうございます。こっちに。ほら、上がらせてもらうから。ありがとうございます。おい、あんな。お札の親分の前後すぐ用意しろ。それから熱いの3本ばかり上持ってっとけ。はい、走ら走ら。はい、はい、起きました。橋様って、あの見回り役ね。らしいね。怖いかな。こんなところになんで橋様。博打役はあってだから、人前すりゃ。手になるんだよ。ごめんなさいね、すっかり遅くなっちゃって。二代目は、ちょっと上で橋尾様と揉め事があったの。え、何何これ、ご祝儀。いつもいつも気遣っていただいて、まあ、どれを言ったらいいか。ああ、私の体で済むことだったら何でも。ごめんなさいよ。さあどうぞ。ごめんなさい。ごめんなさい。さあ入ります。どうぞ。さあどうぞ。菩薩の、もうちょっと早いと来てくれればよかったのに。ごめんなさいね。菩薩の会場から過分なご祝儀をいただきまして。俺の頭が上がんねえのおまんだけだよ。箸が待ってる。その見届け人にしてやる。どうじゃ。ちょっ、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 いい世の中になったもんね。お役人と博打打ちの杯事ができるなんて。そこだ、そこだ、そこが面白いんだ。お前が見届け人になれば。この菩薩のお藩、見届け人にはなれませんよ。ごめんなさい。その立場。ちょ。ハンカタないか。藩はありませんか。ハンカタないか。ハンカタございませんか。なんだ、どうした。あの留倉の口切れに客が身の乗っちまって、我が方やっちまって勝負にならない。この一番、中取らせていただきます。さい、表してもらいます。佐藤佐藤と、張ってくんない。佐藤と、張ってくんない。はい、長藩だか、長藩だか。長藩だか、長藩だか。
半半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 半箱が受けます。そう。思想の反。これじゃ長反爆笑も何もならないね。バカ。まあでもね、お客さんが喜んでくださりゃ。と壺を振ら出してってことだよし。おのさん壺を振れんのかい。いや。もうあんまり目がついたもんでございますからちょっとどう取らしてやっておくでございます。これが壺ですか。ええ、はい、サイコロはここに。ああ、これだよ。ええ、だめです。ええ、だ。3、2、これなんです。五右衛門一家の際は、具の目はこの字になっております。レグラの子ってことですから手際の悪いところ一つ。いっちゃどうぞ悪いすいませんね。あのお茶あるねか。はい、ゴロ揃いました。え、勝負。勝負。白くの勝負。から、おじ、皆さん、あの、もう、駒、なんやだけど、銭や、ございますから。この16両の金、小峠のどなたか受けていただけませんかね。よし、俺が受けた。俺が受けた。よし、じゃあ半分ずつ行こう。半分ずつな。俺にも話してくれよ。これはもう一番勝負でございますから、あの駒は揃いましたね。揃ったよ。じゃあお茶くださいか。お茶。お茶はねえようだな。お茶がなきゃね。そう。あれ、こんなところ押して。そう。五。一。ちょうどだれ、あっちの勝ちでいいと。皆さん、頂戴いたします。いい、ありがとうございました。一。ポルパチで。ああ。ああ、ですよ。みなさん、じゃあこれ出しや。こちらのあの才能目は確か具の目は五の字になっておりましたね。ね、これは足の先。ごめんなさい。おい、こっちへ来よ。こっちへ来よ、こっちへ。魚に食わしてやれ。
私がこんなふうじゃ親分さんの人からも知れたもんですね。何だと！お待ちなさいな。お前さんたち随分おかしな言いがかりつけてるわね。さっきから見てたんだけど、超反爆士ってな、壺の中の才の目に駒を張るんでしょ。ねえ、お素人しゅうじゃるまいし、壺を外した才の目に駒を張るなんて、私は生まれてこの方、こんなトンチキな超反爆地見たことも聞いたこともありゃしないね。二代目、この土場においでになったお客人にこんな扱いしてたんじゃ、都政の筋が通らないってもんでしょ。お客人、どうもすいませんでしたね。わけのわかんないやつが多くて、気が利きねえで。どうも、この提灯も出してる。これから先、ハッシュだろうと誰だろうと手出しのできない男になるつもりだ。はい、お提灯ですよ。え、こら、めくらに提灯。ゆっくりしちゃってくれ。明日草さんから。今夜は闇夜ですよ。ご親切にどう。三度の川も流れてるしな。いや、闇夜ですってね。それがどうした。見当つけてきてきた。もう一人いるな。座頭の一さんでしょう。お前さんの話はずいぶんお父っつぁんから聞かされてるわ。ラップサスのおかしもと、もうバックチバでお助けいただいたのに、この始末。抜いたのはこの人たちが先。男と入るの初めて。男嫌いの親子だが、なんでこの男は目が見えませんからね。でもいっちゃんは心の中で見てるんでしょ。見えた。誰。おふくろが。28だ。じゃあ私と同い年。ええ、親分さんと。おはんって呼んで。親分さん、じゃあね、おはんさん、あんないい思いさせてもらって
極楽なんてな、こんなこと読んでおりますかね。私は二つの時みがここ行けなくなっちまったもんですから、その時最後に見たおふくろが28だったもんですから、それからずっと私の目の中におふくろが、いつまでたっても年を取らねえで、今じゃ足より年下になっちまってるもんだな。生きてりゃ女房にしてえな。離れがたいってこういうこと言うのかしら。好きよ、私好き。いつが飯岡の出入りの時に切った短歌覚えてる？俺たちヤクザな、ご法度の裏返と悪くとせえなんだ。いわば天下の嫌われ者だ。
水の中に沈めば満足だろうに。こんなところに生きながらえるとは。バカにするな。なんだ。バカにすんなとかなんとかおっしゃいましたけど。そんなこと言ったか。腹の虫が言ったんだ。泣いてますね。いや、わしは武士だ。施しは受けん。じゃあ、腹の虫さえかたじけない。赤ありますか。あるある。いろんな赤がある。赤好きか。ええ、どんな色です。え夕日、女の唇。ちょっと物を尋ねますが、銚子の宿はどっちの方ですかね。
これは相当高いところですな。ええー、いい眺めですよ。はあ、通りで風が美味しい。あの、柱がありますね。はい、はい、あのね、団子はいいんですよ。目玉っていうくらいですから。姉さん、団子くれ。串団子はダメ。はい、いっちゃん。目指しはいけませんね。いっちゃん。嬉しいな。こんな早くやると思えなかったよ。いっちゃん、俺いっちゃんと別れたからね、ずっと考えてたんだよ。なんか、役に立つことできねえかなと思って。そしたら俺、あんまさんたちと会ってさ、あんまさんたちのせいになろうかと思ってね。プルサンサラ嬉しいね。それからね、笠森観音にご来光神に行くんだよ。皆さん、足の一番の友達で一さんです。さあ、松にお目にかかります。松の市でございます。竹の市でございます。梅の市でございます。杉の市でございます。黒の市でございます。春の市でございます。いっちゃん、よかったら一緒に行かねえか。どうせ私たちは身内でございますからね。何の遠慮もございません。ご一緒にいかがでございますか。どうぞどうぞ。ありがとうございますけど、ちょっと野暮用があるのでございますが、またあのうち、どうも。じゃあお先に。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。お疲れ様でした。来ましたか。嬉しいことやってくれてるね。いっちゃん、これ、京瀬姉さんのレースなんで、これで目洗うといいってんだよ。いっちゃん、もっと行けよ。いっちゃん、今度だったら、そっちから声かけてろよ。お前さんかい、用心棒になりてっとしては。何か掃除でも、俺んとこは掃除のねえ侍を雇わないことにしてんだよ。お前ここに来る前どこにいた。過去のことは一切喋らん。顔つきを見て決めてくれ。高いぞ、俺は。わしは小野派一刀流志願、車助左衛門、手合わせをして使わす。来い。長い間ご苦労さん。これじゃ引っ込みつかねえよな。Bye.
てなさい。お泊まりで。ええ。どうぞ。ちょうどいい部屋がありますよ。ありがとう。わかります。あ、おいでなさい。おいでなさい。おい、お勘定。はい。お前の好きな赤だよ。これが赤ですか。いやよく見っけた。これが赤だと俺は思う。よし、いっぱい飲もう。おい飲もうよ。ほら何遠慮してんの。遠慮、あのね、私の部屋ですから遠慮なんぞしはね。だから遠慮するなと申しておるんだ。頼もう。おい、よし、じゃあじゃんけんで飲もう。え、じゃんけん、じゃんけんで負けた方が飲む。負けた方じゃんけん、じゃんけん、じゃんけんぽい。
うわあ、うわあ、負けた。俺がな。じゃんけん、じゃんけん。じゃんけん、ほい。うわあ、また負けた。じゃんけん、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 待て待て、じゃんけん、じゃんけん、ぱい、うわあ、勝っちゃった。ちっしょ、負けたか。え、しゃしょうがねえ。たんだからしょうがない。飲みたくねえ酒っていうのもこれはまた好きな味がしよく聞くのかな。幸せか。そんなこと聞かれたのは初めてだ。目飽きで辛いってことありますか。見て見ぬふりかな。こっちは見えねえのに見えたふりをしてるってのに。鏡見んのか。ええ、ひょっとしたらこの鏡に俺の顔が映ってるんじゃねえかと思ってずっと。これはおふくろの形見でね、だからずっとこの鏡使ってた。お前もいつかこの中に顔が映るって言ってくれた。いますか。見えますか。赤の色が濃くなってきましたよ。寝たのか。はい。一日中目つぶってんのによく寝られんな。旦那、
寝ないんですか。寝ない。死んだらゆっくり寝られる。勘定一つ。あ、さっきお侍さんが払ってきましたよ。大丈夫ですか。ええ。またお部屋一にどうぞ。お母さん！
られるの。こんにちは。お初にお目にかかります。ご縁持ちまして、ご当家のお子さんたちと知り合いまして、ちょっとご挨拶に。どうぞ、上がってください。どうぞ、どうぞ、どうぞ。もう中津は終わる。さあ、みんな食べましょう。いちさんもどうぞ。書いてあるんですか。え、落ち葉、落ち葉、落ち葉は風を恨まない。落ち葉は風を恨まない。なるほど。何ですかそれは。いちさんの竹筒に書いてあるんです。え、落ち葉は風を恨まない。武士の旦那だな。落ち葉は風を恨みます。まだ来てないじゃねえか。バカ野郎。いやいや、親分、本日は本当だけです。親分はこんなにいいから、こんないい日に八神様お迎えできて。天神館が殴り込むとか、出入りがなきゃ、
この宿場を通る旅人の噂話なんです。噂ですよ、噂。笑えない。え、笑えよ。笑えよ、笑え。それでいい。笑う角に8周来てある。笑えない。え、笑えよ、笑えよ、笑えよ。はい、笑ってみろ。雑踏市の首持って帰ってきたら、あと150両上乗せしてやら。おい、侍にとっちゃいい商売だろ。いい商売だよ。今時こんな大金手にできねえよ、侍は。これからは鉄砲の時代だ。鉄砲を何丁持っているかで勝負が決まる。それはな、天草の乱の時公儀が使用したもんだ。年代もんだぞ。へえ。それじゃあこの鉄砲は使わなくても値が上がるんだ。上がる上がる、天まで上がるわ。俺とお前とでこの宿場これほどまでにしたんだ。誰の手にも渡すな。しっかり束ねろ。喧嘩になったら面白いのにな。何言うんだ、金。おめえ、顔気屋だから死人が出れば、お前。だからよ、俺がそう言うと、そう言うと思ったよ。だけどよ、考えてみろよ、赤べえのよ。エヴァって大きくなってよ、もっとこれ以上よ、太ってよ。鉄砲でも大砲でも持ってみたら誰もかなわねえぞ。今なら負けるんだよ。昔の赤部屋はなんじゃねえよ。そうだな、うん、闇にしちまったならね、本当に。そら、庄屋の十円もに決まってんじゃん。いらっしゃいまし。おい、変わったやつかな。え、おなじみさんばっかりで。あんまいた。俺やってもらったら楽になった。あ、大目のとこにいるんじゃないですか。今夜30人分支度しておくよ。ありがとうございます。寝ころいち群馬を一覧。どんな、やっぱりさんが
歓迎したところなんですよ。何を。ああ、先だって疲れは部屋代から飲み代まで払っていただいちゃうの。俺言うの。嫌な色見つけちまった。え？山吹色。あら、人間をダメにする色だな。山吹色ってなことはいいんですけどね。国はどこだ。風間です。いや、国へ帰る。一緒に行かないか。また一緒に寝よう。まあ、その時は、なんだ、そちらから声をかけてくれなくちゃ、いくら寝たくても寝られませんよ。お達者で。旦那。ああ、うちは風邪をもらいますよ。600両で10両ぐらい上乗せしとけよ。その分じゃだいぶ鉄砲で儲けたね。この十手で来ようぞ。今が買い時ですよ。こういうものは値段があってないようなもんですからね。好きもんが見れば10両ぐらいで売れるかもしれませんね。そんなに高く売れますかね。5両とぼけんな。ボケととぼけとは違うぜ、旦那方。50両でやすよ。一丁50両でやすから30丁で1500両。いくらで売った。売ってやせんよ。旦那方に見せたらこんな年代もな見たことがねえって。欲しい欲しいってしょうがねえから分けてやりました。玉はどうする。玉。玉がなくちゃお前鉄砲撃てんの。欲しいか。売ってやることはできんなら分けてやることはできる。まあお前が出す玉次第だ。うめんせんたか
鉄砲30丁も売りつけやがって玉出しだなんて昔や欲しけりゃ分けてやるだと。まったくおい役人なんてなよヤクザの上前羽酔ってんだから本当に。ハッシュは梅が咲いたか桜もだかねって言ってましたね。去年親分が言ったでしょ、今度来たら大梅を抱かせるって。そろそろ替え時だな。ハッシュも笑え笑えですよ。あれは人間に対する態度じゃありませんよ。天地一貫怒るのは当たり前だ。嫌なやつだ。替え時ですよ。今が1500両で手が切れりゃ安いもんですよ。新しい顔やってみれば買い時ですよ。ハッシュ様の腹の中も。誰です、その新しい顔やって。誰でもいいんですよ。今とより悪くなりませんよ。それでダメなら新しい人作るさ。はい。お嬢ちゃん、名前なんていうんだい？ノリって言います。組みたくなるような名前だな。これは天神一家の陣ってもんだ。皆さん、お揃いで。まあ、ここらの人がうなずけば、どんなことでもお力になれます。俺たちが動き出したら、根こそぎ行くから。一人も生かしちゃおかねえから。鉄砲30丁買ってありますから、どうぞお使いください。おいでなし。手前親分、天神一家、五右衛門からの申し状でございます。お新たにくださいまし。ご当主刀流せし座頭の位置なるもの訳一切聞かず引き渡し願いたい。こやまずいかやろ、何様だと思ってやんだ。座頭の位置がこの宿場に平行んでるって大変だ。親分、この座頭の位置って男、いっぺんに四五十人をあっという間に叩けるって居合の達人だよ。イヨガの出入りの天が桶屋が肩揉んでもらったというのあの天が。かやった早く嬉しい。もう一回帰ってみて。うん、待って。おめえさんか。え、おけやから話聞いてな、どうしてもおめえさんに揉んでもらいたいの。うちの親分がそう言うんだ。あおらんな、うるせえ女だろ。この宿場を取り仕切っているナマズ一家の源太って言うんだ。ぜひ親分のところに来てもらいてんだ。それはもうあのナマズのお菓子元からの女だし。あ、そうか、お前来てくれんのかい。ええ、いや、あの今夜にでもお伺いさせていただきます。一さんのお母さん、いつも夢の中にいるんですか。はあ、
時々いるんだ。どんな人なんですか？菩薩様みてえな人さ。菩薩様？お梅さんみてえな人だよ。女の神様だ。鏡？初めて。似てる。あげるよ。おっかさんに会えてよかったね。入んない。お呼びいただきましてのありがとうございます。さあ、さあ、開けてください。おまん、この宿場初めてかい？長篠庵まで三手申します。一じゃねえのか？123のただの3でございます。座頭さん、持ってくれ。おお、あんまさん、よく来てくれましたね。お言葉に甘えまして、お邪魔してください。捕まらさせていただきます。アッシュ様、今夜どうでもお梅とでんで。かわいそうにな、あの年じゃまだいてだろうな。かわいそうにな。だいぶ怒りになっておりますね、この辺が。切った後でもう三両上乗せするからさ。これでこういう着物でも買ってやるから。お磨きの。俺はな、てめえをろうそくだと思ってんだよ。てめえの体をドロ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 溶かしながら世の中を明るく照らしてやってんだな。そんな俺におめえ座頭市を捕まえろってんだよ。うん、役人ってのは情がねえな。源太。そうですよね。天さんよ。はい。座頭の市にやったらすぐ俺んとこ来るように言ってくれ。この宿場じゃ座頭市に指触れさせねえって。ご苦労さん、ご苦労さん、ご苦労さん、ご苦労さん。いや、ご苦労さん。来た。どうもお世話でございました。
渡せ。はい。おやめ。助けてくれ。おら生きてるんだ。落とさねえでくれ。おや、おら生きてるんだ。これで死んだろ。てめえら、俺が何考えてるかわかるか。え？佐藤一を抱き込んで五右衛門一家に殴り込みをかけるんだよ。この都政で一発の男になるんなら頭使え。頭、はい、頭だ。五右衛門、覚悟を決めたようですね。大梅、箸冷やしてごらん。はい。夜分はすいません、遅くなりました八州様、大梅を連れてまいりました。どうしてよ。したことあるか、ね、貧乏暮らしで辛い思いばかりだろう。なんだこれは、なんだこの小汚い鏡は。これはいい思いでも悪い思いでも何でもさせてやれよ。赤兵衛ももう替え時だ。俺はな、何だってできるんだぞ。見てみろ、
どこ行く？ああ、わしがたっぷりいい思いをさせてやる。わしは八州だ。八州怖くて九州歩けねえ。いっちゃん。佐藤一か。子供たちが待ってるぜ。首はタコを売れる。今日の喧嘩の血祭りにお前の首はわしが取る。てめえたちは信用できねえ。
いやいや、赤部、素直に雑魚一こっちに渡しゃいいものをよ。バカ野郎、小汚ねえ小細工しやがって。てめえよくも俺んとこの小分単独を落としてくれたな。おい、川流れの雑魚っておめえら知ってるか。この野郎のこった救いようがねえってな。
鉄砲どうした鉄砲は。噛まねえから撃ちまくれ。
抜いたな。そっちが詐欺だべ。Thank you.